おえちゃん、繁盛にバイトしたことなさそうって言われたの触れた？あるよ。なあなあなあ、みんなみんなみんな、俺繁盛に舐められてる？俺舐められてる？あ、そうなんだろうな。まあいいんじゃないか。そうか、悲しいな。おえちゃんは舐められキャラだよって。でしょうね。スーツまで来たことあんねやぞ。あの売国度な、スイッチで配信しとる。マジかよ、返せよ日本を。まあでもお前ら繁盛の悪口めっちゃ言うけどさ、繁盛はマジですごいんやで。繁盛はマジですごい。なんか最近なんか繁盛が繁盛がってツイッチで言うとさ、アンチがさいっぱい活発だけど、何があって繁盛な、マジで手こきがうまいのよ。繁盛の手こき一回始まったら、ま、マジでやめられやん。だってお前ら繁盛の名前、犯罪上等から来てると思ってるやろ。あれ違うねん、ハンドジョブから来てんねん。マジで手こきうまいから、繁盛の手こき。ハンドジョブの繁盛なの。もうだ、一回でされたらもうだってリピーター続出してるらしい。だから鬼はリピーター持ってんねやで。そうなんや、リピーターあれな、結論持った方がいいってなってんねん。リピーターになってんねん。これが鬼班ってやつや。繁盛すげえんよ。おいちゃん、カードゲームショップとか開きたいと思わないの？誰かがツイッターで繁盛やっけ、カードゲームショップ開くのが夢みたいなこと言ってなかったっけ。誰やっけ、なんかそんなツイートしてる人おらんだ。繁盛か、いいんじゃない、そういうのいいと思う。いい夢やなって思う。ええやん、夢があるなんて素敵なことや。いや、それは思うよ。ええー、夢やん。なんかそういうのいいな。萌ちゃんの夢は、ニートでおりたい。一生。楽しいことだけして、好きなことだけして、ずーっと。生きてく。辛い思いしたくないなーって。はは、俺、ゴミひょっとして。叶ってんじゃんって。まあ、それが未来永劫続くことを祈ってんねん。